SNS ここまでさ、いろいろ広がる前、ブログ？うんうん。アメブロとかめちゃくちゃなんか学生の時流行ってたなと思って。流行ってた。ブログ超やってたわ。永井みじかとシャンユー、創作なひらめきを求め夜な夜な集まり作業するのは神保町ブックセンターボックス席の深夜2時。誰かの小さな気づきが社会をクリエイティブにするクラウドファンディングのように、小さな疑問や好奇心を引き寄せてたら思わぬアイデアが湧き出るかも。この番組はクラウドファンディングプラットフォームモーションギャラリーがお送りしています。お疲れ。お疲れ。なんか今日すっごい眠くない？うん、眠い。結構さ、なんかお互いさ、うん、疲れてそうだよね。今日は疲れてそうだよね。ね。うん、思った。それは。いや、よく働いてるってことよね。そうだね。もう今にも寝そうな顔してるよね。どうしよう。今日はもう田中さんにシャキッと起こしてもらうほかないね。そうだね。うん。わかりました。私だってすごくハキハキと頑張りたいと思う。ちょっと今日うちら使い物になんないんで。なんかちょっとまどろんじゃってるかもしれない。そう。別にお酒とか飲んできてないんですけどね。ないない。そうそう。メガシャキみたいなやつ飲むっていうのに無理なんですよね、なんか。なんか、春だもんね。そうだね、すべては春と低気圧のせいだね。ね、だいぶ暖かくなってきて。ね、今ちょうどね、配信されてる時5月の頭なので、きっとね、もっと暖かくて過ごしやすい気候になってるかなと思うんですが、そんなね、季節柄のトピックも今日あったりするので、もし当たったらね、なんか紹介できたらなぁと思いつつ、そんなわけでね、今日も夜が更けたところでね、深夜2時というところで永井さんとシャンユーさんがここに揃って、ここのボックス席の深夜2時では自分たちの身の回りの気になるトピックについてあれこれ話しながら、クリエイティブな解決策が爆誕したりしなかったりしているというところで、今日も持ち寄った4つのトピックを発表して、いつも通り阿弥陀くじでどのトピックについて話すか決めていきたいなと思います。はい。というところで、リスナーさんからまたたくさんメッセージをいただいていて、本当ありがとうございますというところで、これがね、本当ちょうどいいものがあったので、最初もやしさんという名前の方から、ゴールデンウィークのおすすめの行き先教えてもらいたい。はあ。はあ、はあ、うん、5月だからね、いいかなと思って。というものが一つ目。で、次が永井さんの。私の、なんかファスティング始めてみたんだけど、合ってる？なんか美容赤みたいなこと急に言ってんね。うん、ちょっとなんか、始めてみたんだけど、ファスティング？でもなんかこれって自分の体に合ってるのかなって。これ今の顔も好きでなんか放送したいね。なんか急に美容系 YouTuber の人と喋ってるかと思った今。あれやりたいわ。あのこちら今日飲んでるお水はこうやって、もうこれポッドキャストなのに手のひらにこうやってさ、かざしてロゴ見えるようにするやつ。ウケる。ね、ポッドキャストだけでやってほしいわ。うん、やりたいです。はい。そして、シャインは？花見した？これ、話さないとダメかね？これ、ちょっと自分で言っといてなんなんだけど、当たんなくていい。やってよ、当ててこ。ごめんごめん、ほんとマジで、うん、そんな感じです。いやー、いいよ、花見したかどうか。うん。当たるかな、当たらないかな。というところで、はい、4つ目の私、ウェイター田中発が、路線バスの運賃の見直しが続いています。出た。出たよ。乗り物。
え、あの、なんかトラフィックセンターの田中さんみたいな人じゃないよね。いや、でも私、あれ、ラジオよく聞くので、あれやってみたいなって結構最近思ってます。いや、トラフィックセンター田中、うん、これどうやったら就職できるのかなと思って、ちょっと時々考えることあります。あのコーナーさ、なんか勝手に入れようよ、今度この番組内で。あ、そうだね、そうしよう、トラフィックセンター田中さんやろう。そうそうそう。やりましょうか、じゃあちょっと。情報はデタラメでいいのかな？占いでいいんじゃない？もうそこはさ。あ、確かに。もうそうやって番組が長くなっていくんだね。そうだね。K に乗ってるあなたは、とか言って。やりたい。電動自転車を漕いでるあなたは、とか、やりたい。そうそうそう。トラフィックセンター田中の占いやばいな。うん、良さそう。人気コーナーになるよ、多分。良さそう。ね。またちょっと次回から、どう組み込んでいこうかな。ちょっとね、真剣にあと1ヶ月。次回からそれにしましょう。ちょっとやっていきましょう。わかりました。考えてみます。という、その4つのうちから、私の手元にある阿弥陀で決めていきたいなというところで。はい。うん、はい、丸、三角、四角、星、どれにしますか？星。星。そうしよう。星でいきます。はい。星から、降りて曲がって、降りて曲がって、降りて。あ、やったね。リスナーさんからの、お質問が当たりました。ラッキー。ラッキー。ちょうどいい。改めて紹介しますと、お名前がもやしさんから届いている。間もなくゴールデンウィークですが、今からでも間に合う2人のおすすめのゴールデンウィークの行き先スポットを教えてもらいたいです、という質問が届いています。うーん、今からでも間に合うやつね。今からでもね。うん、実は配信してるのが5月2日だから、本当にゴールデンウィーク前日。そうか、確かに明日からみたいなとこか。そうそう。ゴールデンウィークなーで何日ぐらいあんの？あれ、3日とか4日とか、そんなもん。いや、ウィークだからやっぱ1週間なんじゃないの？あ、そういう感じ？違うの？ね、本当にね、ちゃんと祝日でカウントすると、今年は、なんていうか、連休をつなげるとかしなければ、3、4、5、6の4日間なんです。あ、そんなもんなの？はーい。なんかどっか、有給とか取ったら、10日とかになる的な？有給取ったら、1週間ぐらいになるかな。4月29日が祝日なので。ほう。そうなんだ。30、1日、2日で有給取ったら、1週間のゴールデンウィークが発生します。1週間休み取る人って何すんの？ハワイじゃない？あ、ハワイか。だいたいハワイでしょ？1週間あったら。そっか、やっぱハワイか。そうだよね。ハワイかタイじゃない？あー、そうね。うん。でもね、あながち当たってて。嘘。なんか、そのコロナ禍が明けて、そう、タイの方が当たってるっぽいんですけど。うんうん。コロナ禍明けて、コロナ前に結構海外旅行、ゴールデンウィークの国外への旅行が増えてるらしくて、円安っていうところもあって、割とアジアが人気なので、アジア圏。え、やっぱそうだよね。こないださ、急に思い立ってタイに行こうと思ってチケット調べたらマジで空きがなくて。そんな混んでんだ。そう、結構混んでてタイ人気じゃんと思ったばっかなんだよね。いいな。そのさ、思い立ち海外さ、なんか人行ってもいいかもってなったら誘って。え、じゃあ急に言うね。うん。でも私も急になんかちょっとフィリピン行ってみようって思ったの、最近。うん。で、まあ行ってないんだけど、そういう時 LINE するわ。え、それ LINE して、私全然いいよ。てか、それもし、あ、この収録さえずらせればだったら海外から収録にしよう。あ、そうだね。二人で。フィリピンセンターとか、タイセンター、そう。そう、フィリピンとかタイセンターからやろう。ねえ。そうですね、二人は。え、全然思いつき海外マジでありなんだけど。そう、ずっと狙ってんだよね、それ。わかる。ねえ、そうだよね。え、ってことはこれさ、2、3日とかの休みあったら、おすすめ海外じゃない？うん、そうかも。ね。
あれ、ちなみになんでタイとフィリピンに行きたいんですか？なんかきっかけが？マジで理由ない、私は。うん、私もなんか楽しそう。うん。あと、割と近い。あと、行ったことなかった。あ、そうそうそう、行ったことない。うん。そっか、確かに。今年のゴールデンウィーク 3,4,5,6 の4日間、3泊4日間頑張ったらできるから、海外に行けるアジア圏おすすめ。うん、いいと思う。うん、まあでもな、ゴールデンウィークでしょ？めっちゃ高いよね。あ、そっか、めっちゃ高いか。うん、あれはそうよね。だってディズニーランドとかもさ、定番すぎて高いよね、絶対。うん、ね、ってなると、もうみんな自分ちに行きなよ。もうその、外出ない方がいいよ。4日もやったら無理だろう。1日半で開けるでしょ。もうなんか、この4日間、うち、鍵開けとくんで、なんか、行くとこない人、うちで遊ぼうがいいと思う。やばー。やばすぎる、それ。そう、でも出かけたいんだもんね、この人は。そう、行き先がね、そう、この人出かけたいから、うん、行楽地、イベント、映画とかでしょ。海、山、いやー、ゴールデンウィークはそんなとこ行かない方がいいと思うな、私。あ、それは分からんでもない。私もあの、わざわざゴールデンウィークに行楽地は行かなくていいと思う。うん、あの、千歳から烏山とか行った方がいいと思う。なんかその、世田谷区歩けば、急に世田谷区の人たち多分結構みんな出かけてていないから。あー、でもそれは結構心理かもね。そう、住宅街を散歩とかが一番空いてて、なんか普通のさ、平日とか土日は割と混んでるけど、うん、こういう大規模な休日になったらみんなそこには時間割かないっしょみたいな場所めっちゃありそうね。なんか普段はめっちゃ混んでる近所のカフェとか逆にすくんじゃない？ああ、そんな気がしてきた。確かに。うん、うん、じゃあちょっとね、海外に勢い余って行ってしまうか、もしくは人が逆に減っている住宅街とかお店とかに、ここのチャンスを生かして行ってみる。うん、うん、おすすめ千歳烏山というところで。じゃない？うん、久我山とか。あ、久我山ね。はいはい。うん、いいかもしれない。ちなみに、二人は今年のゴールデンウィーク配信されてる頃、何をしていますか？私はライブもあるのと、あとちょうど5月1日ってゴールデンウィークなの？ゴールデンウィークじゃないのかわかんないけど、リリースがあったり、曲の。うんうん。なんかそんな感じで自分の普通に仕事系だね。休みはないかも、そこは。私は、ゴールデンウィークは撮影とかあんの？いや、今回は今んとこなさそう。うん。だな。だから、うん、ほんと家でのんびりかも。それこそ友達呼んで。それもいいよね。確かに。はい。そんなね、どうやってゴールデンウィークどんな過ごし方したか、後でおさらいしてみるのも、みんなにね、リスナーの人に実際どんな風に過ごしたのか聞いてみてもいいかもと思いながら、そんなね、ことを思いつつ、リスナーさんの質問に答えたところで、永井さんはね、きっと、面識があるというか、お話しされたことがあるなと思う、方から、今、クラウドファンディングをモーションギャラリーでちょうど実施していて、質問が届いてるのでね、紹介してみたいなと思います。あら。内沼慎太郎さんからの質問です。ああ、永井さん、ご無沙汰しています。シャンユーさん、はじめまして。ブックコーディネーターの内沼です。この度、私が店主を務める日記や月日の出版部門立ち上げのためのクラウドファンディングを実施しています。日記や月日は日記の専門店です。古今東西の日記本を取り扱っていて、リトルプレスの販売にも力を入れています。他にもオンラインコミュニティ、日記のマーケットイベント、日記をつけるワークショップなど、日記をつける、読むという営みに関心を持ち、それを楽しむ人たちにとっての拠点であるべく活動しています。その中で今回、日記を読む魅力を広めていくため、
日記の本やアンソロジー、日記帳を自分たちの手で作っていきたいと考えました。そこで新たに出版部門をやることにしたのですが、ちなみに二人は何かしらの日記をつけていますか？ということで、どうでしょうか？にじちゃんつけてね。最近は全然つけてないですね。あの交換日記だよ。あ、あれね。あれはつけてるわ、確かに。ね。あれ日記か。あれ日記じゃん？バリバリ日記っしょ。確かに。私日記書いてんだ。書いてるよ。わあ、なんか気づいてなかったわ。マジかよ。超やってんじゃん。確かに。あれ日記です。そうだよね。うん。なんか年単位で続けれてんじゃん。そうだね。もう4年くらい日記書いてるわ。そうだよ、4年だってすご。やば、続けられんだ私って。何にも続けられない人間だと思ってた。全然続けれてんでしょ。4年だぞ。すごい。うん。書いてる日記。いやー、書こうと思って買った日記はある。あの、日記帳？あー、あるよねー。なんか日記つけようと思って買ったけど、うん、初日で終わったっていうのは何個も持ってる。あるね。私もいっぱいあるな、それ。そうだよね。そう思って携帯のメモに移行したんだけど、バラバラになっていって、もう日記かどうかもよくわかんない。しかもなんかさ、結局さ、なんかちゃんと書かないくせに日記だっていうノートじゃないと納得できないみたいなさ、感情も湧かない？あー、わかるわかるわかる。めちゃくちゃわかる。無駄に高いやつ買うんだよね。そうそうそう、絶対書かないのに。でさ、あれのさ、嫌なところはさ、なんか日記帳ですみたいなノートって日にちがさ、なんか入っちゃったりしてるからさ、うん。すごい量のページをさ、なんか飛ばすことになったりするじゃん。なる、うん。なんかね、普通の大学ノートとかだったら詰めて書けばいいんだけどさ、そうもいかないノートの携帯だとそうなるから、なんかそういうのも自分のあれと合ってなくて。確かに、あれって結構なんかショックだしね、自分でさ買ったのにこんな。あー、わかるわかるね。そうなんだよね。ね、ありますね。なんかでも日記ちゃんとつけれてる人、すごい羨ましさある。ある。私なんか、インスタとかで、なんか出てくんだよ。その、文房具ガチ勢みたいな人たちの、なんか、アカウントで。へぇー。なんかもう、めっちゃ綺麗に書き込んだ、日記のすすめ、みたいなやつ。へぇー、そうなんだ。そう、おすすめの文具と、なんか、こうやって書くと可愛いよ、みたいなさ。え、日記の書き方に可愛いとかクソとかあんの？そういうの。クソとか言うなよ。え？だって日記の。うん。なんか、そう、ただ書くだけじゃなくて、こう、ちょっと今日買い物したお店の紙袋とかを切り取って、なんか、貼ってみるとか。え、マジ？ちょっとバカにした笑いしちゃった。いや、やばいよ、マジで。完全に殺される。文房具ガチ勢から。すごい、でも楽しそうだね、みんな。ああ、そうなんだ。なんかさ、それ系のやつでさ、手帳のデコは見たことある。はい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 。いや、でもなんか今聞いてて、あの、このね、日記屋月日さんのクラウドファンディングのページにも書かれてましたけど、あの、SNS とかで投稿してるのも結局確かに日記、その日の記録とか、あの、その日の様子とかをつぶやいたり書いたりするから、あれもある種日記を公開するようなものの一つだよなっていう。ああ、まあ確かに。そういうのに結構最近みんな慣れてるから、日記屋月日さんのイベントで、日記をつける3ヶ月っていうワークショップ、なんかこう、本当であれば誰にも目につかないところで書かれるような詩的な日記を人の目に触れるところであえて書くみたいな試みもやられているそうで。すごっ。そう、お店だけじゃなくて、ワークショップであったり、日記祭、日記のお祭りって書くイベントもボーナストラックでね、日記屋月日さんボーナストラックにあるので、世田谷代田の。へー。なので、そういうイベントもやってたりして、印象的なね、ページの中にあって、リンクするなって思ったのが、
さっきのその文房具ガチ勢の投稿を見るみたいなのもそうですけど、なんか誰かの日記とかを読むっていうのは、世界には全然違った価値観とか生き方をしている人が存在しているっていうことを確かめるような行為でもあるから日記は面白いんだっていうふうに書かれていて、まあ確かにそれって今ね話してることもそんな感じだなと思ったし、前にほら SNS で全く違う価値観の人とか価値観に触れる、あえて触れに行くみたいなのも似てる、ただただその存在を認識するというか知るみたいなので、まあ SNS もそうだし日記もそうだし、なんか日記に原点があるような気がして、確かにさ、なんかあの SNS ここまでさいろいろ広がる前ブログ、うんうん、アメブロとかめちゃくちゃなんか学生の時流行ってたなと思って、流行ってた、ブログ超やってたわ、超やってたよね。でもそれで言うと私もブログめっちゃ書いてたし、人のやつなんか見に行って足跡残してみたいなのやってたなって思ったね。うん、あれ楽しかった。楽しいよね。ね、そうなんだよな。シャンユーさんもつけてましたね、日記的なものね。ちゃんとつけれてたわ、つけてたな。今話聞いてて思い出した。そう、もしかしたらこの日記や月日さんのねワークショップ参加してみたらいろんな発見があって面白そうですよね。そうかも。そんなわけでこのね日記や月日さん、さっきも紹介したんですけど、あの小田急線の世田谷代田駅の近くにあるボーナストラックの一角にあるお店で、コーヒースタンドも併設してるので、毎日日記屋さんですからね、毎日飲みたくなるようなコーヒーとかビールの提供もやっています。あら、私行ったことあるんですけど、5坪ぐらいのすごく小さなお店で、そこに日記本であるとか日記であるとかいろんなあのものが置かれてて、コンパクトで可愛らしいお店なんですけどね。今回その出版部門を立ち上げて、3つの本を制作予定ということで、1つが誕生日の日記、2つ目が日記屋の日記帳、3つ目が植物の観察日記、この3つを制作するための費用を今募っているというもの。どれも面白そうですよね。気になるものだなと思って。誕生日の日記ってすごい気になる。読んでみたい。みんなそれぞれのね。そんな、多分この誕生日の日記にちなんでだと思うんですけど、リターンに奥付けに名前をクレジットしますっていうものに、名前と誕生日を入れられますっていうものがあったり、可愛らしい。あと、もちろん完成した書籍をリターンとして受け取るし、トートバッグとかグッズもあったり、イベントもやっているので招待しますというものもあったりするので、クラウドファンディングをきっかけにお店に行ってみるのもいいし、本自体もね、すごく気になるから。うん、面白そう。面白そうだね。ね。そんな、今回ね、質問をくれた内沼慎太郎さんが手掛ける、日記や月日の出版部門を立ち上げるためのクラウドファンディングは5月7日火曜日までということで、概要欄にページの URL を貼っておきます。最新情報はぜひモーションギャラリーで掲載中のクラウドファンディングのページからチェックしてみてくださいというところで、内沼さん、質問をありがとうございました。ありがとうございました。この話聞いててさ、なんか日記とちょっとさ違うんだけどさ、うん、今私携帯のあの Google カレンダー使ってスケジュール管理してるんだけど、はいはい、なんか結構前までは普通にスケジュール帳を毎年年末に買って、あのちゃんとスケジュール帳に予定書き込んでって管理してて、で、それをやってた時代、なんか去年とか一昨年の今頃何してたんだろうっていうのをスケジュール帳見返して見るよね。そう、あれすごい楽しかった思い出を今めっちゃ思い出したの。超わかる。でもなんか Google カレンダーになってからなんか戻んなくなって、去年の今の自分何してたとか見返さなくなってさ、だからやっぱなんか紙とかで書き残しとくのって結構その前何やってたんだろうって振り返る、なんかそれ楽しいから、結構それすごい相性いいんだなって今超思い出してた。ちょっと日記とずれるけど。いやでもほんとそうだよね。よく書いてたよな、あんなって思うけど、うん。ねえ、なんか、
何々ちゃんと遊ぶとか、そうそう、こと細かになんか書いてたりして、書いてたよね。ね、楽しかった。あれ楽しかったね。懐かしいね。最近ね、デジタルで記録すること増えちゃいましたけどね、紙で記録する面白さってやっぱりあるなぁなんていう。うんうん。番組では皆さんの感想や最近気になるトピックを募集中です。ぜひハッシュタグボックス席の深夜2時をつけた SNS 投稿や番組概要欄にある専用フォームへの投稿をお願いします。そして Spotify や Apple Podcast での番組フォローとレビューの投稿もお待ちしています。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 SNS にてリスナー会員もしもしーずの皆さんと番組クルーでエピソードの感想や気になるトピックについてシェアしています。最新エピソードをいち早く聞けるアーリーアクセスや、ここだけで楽しめるボーナスエピソードなど盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちしてます。